亀梨和也さん、撮影の休憩中に目撃されました。22位、松本潤さん。はい、どうも、芸能界で25年以上仕事をしてます、テレシンでーす。今回は、ジャニーズ、実はタバコを吸ってる人ランキングトップ28。ジャニーズの方たちって、みんなかっこよくて、こうキラキラしたザ・アイドルみたいなイメージありません?皆さんそれぞれイメージはあると思いますが、芸能人といっても一人の人間です。私が現場でいつも思うのは、カメラの回ってない裏では我々と何ら変わりのない普通の人です。喫煙者の皆さんと同じように普通にタバコ吸ったりしてますから。はい。今回はジャニーズの実はタバコ吸ってる人について流れるように紹介していきます。このチャンネルでは芸能関係者ならではの視点で芸能界の裏側を語っていきますので、見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。28位、木村拓哉さん。ジャニーズで一番と言ってもいいぐらい、タバコを吸ってるイメージがありますね。27位、岩本照さん。この写真、ドラマのワンシーンみたいで、まあ、かっこいいですよね。26位、ジェシーさん。ドラマ、世にも奇妙な物語で吸っていたことから、喫煙のイメージがついたようです。まあ、ジェシーさんは体に気を使われている方なので、プライベートでは吸ってないのかもしれません。25位、森田剛さん。歩きタバコに賛否がありました。24位、上田竜也さん、ドラマで吸っていたことからイメージがついたようですが、普段は吸っていないようです。23位、亀梨和也さん、撮影の休憩中に目撃されました。22位、松本潤さん、役で吸うことも多いと思います。目撃情報も多いようですね。21位、大倉忠義さん、いろんな意味でお騒がせの多い印象、まあ、裏垢が流出して喫煙者ということが判明。20位、桜井翔さん、慶応を卒業している優等生な印象もありますが、実は喫煙者でした。19位、二宮和也さん、ドラマや映画などでも吸ってますが、まあ、撮影の合間でも目撃されてます。18位、相葉雅紀さん、まあ、役でも吸ってますが、プライベートでも目撃情報もあるようです。17位、岡田准一さん、まあ、その時のね、出演作品、役の影響もあると思いますが、普段も吸っているようです。16位、渡辺翔太さん、こちらの画像はジュニア時代のものではないかと言われてます。15位、八乙女光さん、可愛い系というか、童顔な印象があるので意外と思われた方も多かったようです。14位、北山宏光さん、ソロ曲灰になる前にの MV で、タバコを持つシーンは肯定的な意見が多かったです。13位、村上信五さん、 MC もこなす親しみやすいキャラと喫煙のギャップがあるようです。12位、田中樹さん、ジェシーさんと同じく世にも奇妙な物語で吸っていたことでイメージがついたようです。そしてなんと、樹さんのお兄さん、実はカトゥーンの元メンバー田中聖さんです。あ、やばい、間に合わなくなってきた。次、11位、深澤辰也さん、画像の一番左が深澤さん、真ん中は先ほどの山本さん、右は北山さんです。10位、平野翔さん、画像の目の前にアイコスが置いてあることで喫煙者という疑惑があります。9位、横山優さん、以前は吸っていたようですが現在は禁煙しているようです。8位、堂本光一さん、テレビ局内で目撃情報もあるので喫煙者だと思われます。7位、中丸雄一さん、週1などで見せる爽やかな印象とのギャップがあるようです。6位、藤ヶ谷太輔さん、撮影の合間などで目撃されています。5位、大野聡さん、子供たちも見てたドラマ怪物くんの姿での喫煙は衝撃を与えました。4位、山田涼介さん、ベビーフェイスとのギャップが注目を集めてます。3位、中山優馬さん、とにかくガードが硬い、喫煙は目撃されてるんですけども、スタッフがね、本人を囲んじゃって、写真を撮られないようにしてました。2位、矢部浩太さん、童顔の印象とは真逆で、スキャンダル多めの印象がありますね。そして栄えある第1位は、玉森裕太さんです。まあ、なんといっても玉森さんはこの甘いマスクですよね。バラエティ番組や、CM の印象からはタバコを吸ってるイメージを持つ人は少ないと思います。今回はこれまでの玉森さんのキャリアを考え、まあ、ギャップが一番大きいと感じたのは玉森さんだったので1位とさせていただきました。はい。あと、まあ、やっぱりこれまで演じてきたドラマの役、なんかそういったイメージも強いと思うんですよね、世間一般で。はい。なんで、まあ、これまでタバコを吸う役が多ければまた印象は変わったのかもしれません。はい。ランキングご覧いただきましたが、まあ、私はジャニーズだからタバコを吸うなんてとか、ジャニーズなのにタバコ吸ってイメージを壊してほしくないなんて思っていません。むしろ世間のイメージは壊していいと思ってます。
ジャニーズの皆さんはアイドルであり俳優でありクリエイティブなパフォーマーでもあるマルチな表現者です。何かを表現するのに必要なのはやはりこう自分が体験することで得られる価値観、経験です。今回はタバコについてでしたが、まあタバコをね吸う経験がないとお芝居にも活かせませんし、タバコを吸う人の気持ちもわかりません。まあ中にはね、今回ご紹介した中にちょっとねやんちゃな感じの方もいますが、まあいつどんな役が来てもいいようにタバコを吸われている方もいると思います。よく番宣とかであるじゃないですか、役のために撮影前から体鍛えたりとか、なんかこうアクションの練習をしてますとかよく聞くじゃないですか。なんかあれと同じで、ジャニーズの皆さんも与えられた役を自然にこなせるように日頃からプロとして意識をされているという感じでもありますかね。はい。あとまあこれ補足しておきますけども、20歳を過ぎてタバコを吸ってるのが悪いっていうわけじゃありませんから、タバコを吸う吸わないは個人の自由です。ただやはりアイドルという世間の印象があると思うので、まあ、そこのね、ギャップに驚かれた方も多かったのかなというところです。はい、ということでこのチャンネルでは芸能界の裏側、裏話などをお届けしています。今回の内容ちょっと面白かったかもと思われた方は、高評価ボタン、いいねをいただけると私はとっても喜びます。またこんなちょっとした芸能界の裏話をまた聞きたいという方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。テレシンでした。